なんと第3位4位ですね、チャップリンの街の日が入ってる。特に相手はいない感じで、特にいないですね。だからなんかいっぱいいる感じ。案外そのイノベーションを起こすものは大体バカバカしい相手ある、はい。ラララ映画は誰でも作れる。あなたにも面白い映画が作れる。映画を作ろうは片岡玲子の今週の映画占いと、木野笠君の映画制作の教科書の課外授業と、長峰秀樹のシネマトークパラダイスといった盛りだくさんの30分間でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくです。はい、今週も始まりました。はい、はい、ね、うん、ちょっと30分間じゃない、ない状態になってますけどね。あ、そうですか。だん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 太ってきましたね。あの 目安でね美味しいお肉になってればいいんですけれどもダメだったらちょっとダイエットもしますので、はい、よろしくです。毎回の放送の時怖いんですよ、どんな風になってるかって ね、まあ、でもそれは本当にこの YouTube ってメディアの醍醐味かもしれませんよね。確かにね、放送事故があったりね、編集事故があったりね、そうだね、もう事故だらけでございますから、事故も含んで楽しんでいただければと思います。はい、あの丸々電車でこれ僕話しましたね、あれ通ったんですね。まだ消されてない。まだ大丈夫だ。ある日来る可能性があるので、ある日突然消えてるみたいな。ひどいな。不適切なコンテンツですとか言われちゃったりするという、あるらしいございますよ。本当ですか。はい。はい、じゃあ早速ですが、今週のご予定を。今週はですね、占い、はい、とあるからの恋占い。恋占い、はい、とある方の恋占い、はい、占い、あのいい方向に向けてあげてくださいね。恋って切ないですからね。ねえ、ぐっさりいかないように。はい、あ、じゃあシネマトークパラダイスの、先週でね、アランドロン終わりましたんで、うんうん、今週の俳優からチャップリン、チャールズ・スペンサー、チャップリンについてですね、何週か分かりませんけども、まあ、いくつくところまでやってきましたね、チャップリン。はい、だんだん中峰さんが乗ってきた。私の方は、そうですね、アイデアの出し方の最終回で、まあ、私の方法で、もう今すぐ、この放送終わった直後にもうすぐできるアイデアの出し方をちょっとお教えしたいと思ってます。はい、はい、では行きましょうか。はい、はい、では用意はいいでしょうか。はい、はい、では行きます。用意スタート。ご機嫌いかがですか。長峰秀樹です。先月からですね、この映画俳優についてのその魅力についてお話をさせていただいております。先週までがですね、アラン・ドロンのお話をさせていただきました。皆さん聞いていただいたでしょうか。はい、今日からですね、しばらくですね、このチャールズ・チャップリンのお話をですね、させていただきたいと思います。このチャップリンの映画っていうのはですね、まあもちろん戦前からずっとあるわけなんですけれども、ビバー・チャップリンというブームを起こした時期がありまして、それが昭和48年なんですね、1973年ですね。で、なぜこういった時期にですね、まあ、1973年と言いますとですね、ちょうどその洋画の映画の中ではですね、そうですね、007死ぬのは奴らだという映画がもうその年の大ヒット作だったわけなんですね。で、この映画でですね、それまでですね、ショーン・コネリーが演じていたこのジェームズ・ボンド、これをですね、3代目ということで、2代目がジョージ・レーゼンビーという俳優さんが1回だけ女王陛下の007という映画でボンドを演じましたけども、3代目ボンドということで、そこから長く十数年間ボンドを演じたロジャー・ムーアが登場しまして、で、音楽がですね、ポール・マッカートニーとウィングスというね、もうこれで大ヒットしました。リビアンド・レッド・アイという音楽はレコードが大変大ヒットしました。まあ、そんなですね、カラーバージョンの大ヒットアクション映画が生えてた時期、それからもう一本、ポセイドン・アドベンチャーという映画が公開されましてね、これはですね、もうアメリカがいよいよお金をかけて大作を作っていく、大作時代に入っていった第一回の作品であるからですね、豪華客船が沈んでいく、で沈んでいくのその船が逆さまになるわけですよ。で、逆さまになってですね、乗客たちはですね、もう
その船床、まあ逆の砂床ですよね、そこにいるわけなんですけども、もうそこからですね登り上がってなんとかその救出を求めようというね、ポセイドンアドベンチャー、パニック映画のですね初期の作品なんですけども、これも大ヒットしました。ジン・ハックマンという俳優がですね、フレンチコネクションに続いてですね、非常に神父の役、牧師さんの役を演じましたね。まあそういったことでですね、この昭和48年という年は言ってみればですね、カラーバージョンの、ね、大アクションスペクタクル映画がヒットした年なのにですね、なんと第3位4位にですねチャップリンの街の日が入ってるんですよ。これが1時間20分の映画で、無声映画で、しかもテレビ型画面でモノクロなんですよ。これ何なんだろうって、この街の日という映画を僕が見ましたのがですね、梅田の北野劇場という劇場なんですけども、まあ若い男女がですねもうずらーっと長蛇の列並んでるんです。そこにですね、親愛なる浜村淳さんのですねアナウンスが入るんですよね。チャップリンを見て泣いてください、チャップリンを見て笑ってください、街の日って、もうやってるわけですよね。もうそれでですねヒットした映画なんですね。この1時間20分っていう上映時間のサイクルもヒットの理由であるわけなんですよね。だいたい2時間3時間という、まあ、対策に対してですね、1時間20分というのは予告編を含めましても1時間半でお客さんは映画を見て帰ることができる。だからその集客としてはですねヒットの一つの要因でもあったわけなんですね。さらにはですね、その同じ年に公開されたのが、はい、これですね、チャップリンの独裁者、第1弾上映作品がモダンタイムスで街の日、第2弾がですね、第3弾が独裁者ということなんですね。でですね、このチャップリンブームをですね引き起こす一つの要因としまして、このですね1973年の前年の年1972年、チャップリンがですね20年ぶりにアメリカに帰ってきた。え、何それ、どういう意味。実はチャップリンはですね、この独裁者、戦時中は独裁者、そして戦後はですね核兵器やですねその大量殺人をですね告白した殺人狂時代という映画を公開したためにですねアメリカからで追放されたんです。そして長く20年にわたってですねチャップリンはスイスに住むわけなんですね。ところがベトナム戦争がですね泥沼化した時にですねアメリカのですね国民たちは言うんですよ、チャップリンの言ってることは間違いなかった、戦争は絶対悪なんだ、チャップリンをどうかアメリカに返したいということでですね、当時の名優であるジャック・レモン、それからウォルター・マッソ、こういった人たちがですね、心ある俳優たちがですね、もう盛んに運動をしましてですね、チャップリンをですね、アメリカに返した、帰国を許されたわけなんですね。その翌年にですね、この東方東亜のですね、川北社長がですね、これからチャップリンの映画を描けようじゃないかということでですね、まあ当時はですね、社員の人たちが、いや、そんな古いフィルムなんかね、もうこの時代なんかそんなもヒットしませんでっていう、いや川北さんはこのチャップリンの時代なんだ、今こそ若い人たちにチャップリンを見せなきゃいけないということでですね、ビバーチャップリンシリーズということでですね、このモダンタイムス、街の日、それで独裁者を上映したわけなんですね。まあ、実はこの上映した人はこの独裁者なんですけれども、この初公開がですね、まあ、昭和48年のこのビバーチャップリンブームからですねわずか13年前の昭和35年、1960年なんですよ。これをですね、気づいてらっしゃる方が非常に、いらっしゃらないんです。前回アラン・ドロンのお話をしましたけれども、アラン・ドロンの太陽がいっぱい、この年がちょうど昭和35年なんですけれども、この年に独裁者が公開され、ましてはこの太陽がいっぱい、それからですね、甘い生活という映画がありましたけれども、こういったですね、カラーバージョンのですね、素晴らしい作品を差し置いて、見事、20年経って公開をして、かつキネマ旬報のベストワンに上がったのが、この独裁者だったんです。なんで20年もこの映画が公開されなかったのか。その要因としまして、まずこの格好見てください。独裁者の格好してますよね。ヒットラー、ドイツ、ナチスを風刺、批判した映画がこの独裁者なんです。戦時中はですね、ドイツは日本と組んでましたよね。日本と組んで戦争で戦ってました。そういうことがあってですね、戦後もですね、長くこの独裁者をですね、公開がなかなかできないという状況だったわけなんです。そしていよいよ20年後に公開しましたときに、やっぱりチャップリンはすごいということになったわけなんですよね。まあそういった興行の経路というのも一つの大きなこの映画の特色でもあるわけなんです。はい、このですね独裁者、今申し上げましたようにですね、チャップリンがヒットラーを批判した映画、このヒットラーとチャップリン因縁があるんですよ。
何かと言いますとですね、チャップリンが生まれましたのが1889年4月の16日、この貧しいロンドンの貧民街でですね、芸人の息子として誕生しました。そしてわずか4日後に、なんとアドルフ・ヒトラーがオーストリーのブラウナウというやはり貧しい貧民街で誕生してるんです。たった4日違いなんですよ。しかもこの2人の共通点はまだあります。身長が160センチ前後なんです。ヒトラーはですね、自分の身長が低いのが非常にですね嫌で、高い靴を履いて演説に立ったわけなんです。そしてチャップリンがですね、なんとヒトラーもちょびひげを生やしてるんですね。でヒトラーはですね、自分のですね厳格さを見せるためにこのちょびひげを生やした。でチャップリンはですね、放浪者なんですよね。お金のない不老者なんだけれども、いや自分はもう素晴らしい人間なんだとちゃんと見せたいがためにわざとこのちょびひげを生やして不老者という形でその出る映画、もう20年にわたってチャップリンスタイルというのは完成してたわけなんですね。まだあります。それだけじゃありません。このチャップリンもヒトラーもですね、この大衆の心をバチッと掴む、そのカリスマ性においてもですね、この二人は大いに共通しているわけなんです。で今申し上げましたように、このチャップリンもヒトラーも貧民街で生まれてるんですよ。大変貧しい思いをしてるんです。そういった苦労を重ねて、なんでこういうチャップリンのような善とヒトラーのような悪が誕生したのか。しかも顔がなかなか似てるんですよね。なぜ生き方が違うのか。この要点としまして、僕はですね、おそらくなんですけども、チャップリンのお母さん、これが大きなポイントになってるんじゃないかと思うんですね。このチャップリンはですね、貧民街に生まれましてですね、苦労を重ねて芸人になったんですけども、その途上でですね、離婚をしてしまったご両親が。そしてですね、お母さんはハンナっていうんですけども、このハンナというこのお母さんはですね、もうこのチャップリンとお兄さんのシドニー、この2人をですね養うためにですね、舞台に立ってですね、もう彼女はレディ・ハーリーという芸名を使ってですね、美声を聞かしてファンを魅了した女優さんであり歌手なんですけれども、ある日声が出なくなるんです。声が出なくなったことによって妙な声が出て、お客さんから失笑を買うんですね。そうした時にですね、横にいてたチャーリー・チャップリンがですね、当時まあおそらくですね、小学校の3年ぐらいだったと思うんですけども、彼がですね、代わりに舞台に出て歌を歌ったんです。なんとですね、このお母さんのですね、舞台の失脚の日にですね、チャップリンが舞台の初舞台を踏んだっていう、なんとも皮肉な状況なんですね。でお兄さんはですね、もうそれでは生活できないからということでですね、この豪華客船のですね、ボーイになって働いてお金を送っていたという、まあ、それでも貧しかったんですよね。お金が稼げない、家賃が払えない、ある冬吹雪の日ですね、レディ・ハリーという芸名を使ってこのハンナはですね、いきなり歌い出すんですよ。それがもうゴロゴロの声で歌い出すんですね。発狂したんです。そしてですね、近所にですね、クリスマスのお祝いだと言って石炭を配ってたというね、いよいよもう精神的におかしくなってしまった。それとチャップリンがですね、本当にちっちゃなチャップリンがですね、この一つのあばら屋に住んでたわけなんですよね。で時にはですね、正気に戻ったこのお母さんがですね、チャップリンに言うんですね、あなたはですね、本当に才能のある俳優になる人だから、一生懸命頑張って俳優になりなさいよ。そして人を愛するということ、それ人に貢献するということ、それを絶対失ってはダメだよ。自分だけの人生じゃない、人の人生なんだから、人の生き方をですね、ずっと人生論を幼いチャップリンに教えていたんですね。そしてなかなか食えない、もう何日間もご飯を食べれてない、そんな時にですね、吹雪の日にですね、教会の海女さんがですね、事前のパンをですね、この貧民街に持ってきたんですよね。リヤカーを引いてですね、さあ皆さん、パンとスープを持ってきましたよ。今までですね、もう渾身状態であったお母さんがはっと怒って起き上がってですね、チャーリー、パンを取っておいで、スープを取っておいでって言うんですね。ところがね、この少年チャップリンが泣くんですね。お母さん、僕ね、行きたいんだけどね、このね、寒いね、雪のね、山の中でね、雪山の中でね、靴がないんだよ、裸足なんだよ、ああ、悪かったね、私の靴があるから、靴を履いて行っておいで、その靴っていうのがもう言ったら、もうすっごいドタ靴になるような靴、もうそれを履いて、少年チャーリーはですね、スープとパンを取りに行った、そういう貧しい生活を送っていたわけなんです。ずっと後に、
チャップリンの黄金巨時代という映画の中で、チャップリンはアラスカのゴールドラッシュの中でですね、その中でですね、あのマックス・ウィンという名優が演じます大きな男、あの大男とで生活するんですね。ところ食えないもんだから、この大男幻覚少女に入って気が狂ってしまって、チャップリンが鶏に見えるんですね。その鶏になったチャップリンを追っかけるというおかしな場面がある。実はそういったあの描写というのは、チャップリンの小さかったこの苦労したこの上にもう悩んだ泣いたこの時代に遡って演じられてたわけなんですよね。しかもチャップリンが履いていた靴、この大きな靴、それが後にチャップリンスタイルになるドタ靴なんですよね。チャップリンはあの山高帽にちょびひげ、そしてもうダブダブのズボンにですね、まあ、チョッキ、狭いチョッキ、ステッキ、もうその中でもですね、特にこのドタ靴がですね、トレードマークになっております。はい、チャップリンのお話ですね、今日も進みましたけれどもですね、また来週もですね、お話をしたいと思います。ありがとうございました。レイコの今週の映画占いです。今週は俳優の山崎くんを迎えて、占いをさせていただきたいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。このコーナー出ていただくの初めてですよね。はい、はい、いつもあの組ましてね、いろいろ演技をしたり、私の映画にも出てくださってる山崎くんです。はい、あの相手役してもらった時もありますよ ね。 そうですね。実はあのいつも危ない役ばっかりなのに、はい、一つだけ山崎くんがかっこいい青年役をやってるやつがあるんですよ。何ですか？見たじゃないですか、あったじゃないですか、なんか若いツバメみたいな、 私とやったじゃないですか。はいはいはい、はい、もういろんな役やってましたね。そうそう、親子もあれば恋人役もあればそうですね、みたいな。はい、はい、本当に、近々公開されますので、また楽しみにしててください。はい、ではその山崎くんですね、はい、今日は占いをさせていただきたいと思います。はい、山崎くんの今気になっていること何でも言ってください。ああ、そうだな、やっぱりじゃあコロナもあるので、これから撮影がどうなっていくのかなっていう。それさっきやったの、それ先週やったんで。やりました。まあ、でもみんなやっぱりね気になってると思うんですけど、あのもっと面白いこと言ってください。のあのプライベートの面白いことやって、せっかくはい、チャンスこんなチャンスないんですよ。そうですか。ただで占う。はい。あ、じゃあ、ネジこいでますね。女性運、彼女。でしょう。はい。彼女、今、欲しい。気になってる人がいる。いやー、前いたんですけど、振られてから特に。あの悲しい事件ですよね。はい。あ、特に相手はいない感じで。特にいないですね。だからなんか、いっぱいいる感じ。いっぱい、あ、なんか特に一人っていうこともなく、彼女候補はいて、なんかあの人可愛いなとかっていうのは何人かいるよっていう感じですね。うん、これっていうのはいなくて、うん、でその中からできるのかな、それとも新しい彼女ができるのかな、とにかく僕には彼女ができるのかなって感じでいいですか？そうですね。はい、わかりました。はい、じゃあ、山崎君に彼女ができるかどうかを伺います。なんかいろんな占いされてますよね。タロットだけじゃなくて。あ、はい。タロットと占星術と睡眠学を主にやっています。はい、うん、僕が見たときは黙った方がいいですか？ちょっと待ってね。はい。では何も考えずに、気球でではない方でカットしてください。半分。半分。はい。はい、では見てます。何でした？はい。なんか今さっき言っかけた。ああ、はい。いや、あの僕が見た時は長峰さんがね、うん、占いされてしてもらってたんですけど、はい、長峰さんもそういうのを占ってもらったのかなと思って。長峰さんね、健康運なんて見ても、ね、せっかくね、うん、プライベートで見てるのにね、そんなの面白くない。今年か来年中になんか日本からすごいいい映画が出るみたいな話されてましたよね。うん、あ、それはね、あの一人なんか大きな賞をもらう人が出てくるんです。日本の自主制作映画界から、お楽しみですね。楽しみですね。はい、うん、え、山崎くんの、恋愛運、あ、なんですか？悪いんですか？あの
そうですね、はい、山崎くん恋愛運に関して今すぐっていうカードは出てないんですよね、はい、うん、で近い未来にはごめんなさい、ちょっといいなと思ったんだけどダメだったっていう感じのカードが近い未来に結果ではない、はい、近い未来に、はい、その中でもいいなと思ってたんだけどその人にがダメだったというか告白するまでにその人が他の人と付き合っちゃったとかそんなイメージで、はい、口失恋みたいな、はい、うん、でもこれ別に付き合ってるわけじゃないからすぐ立ち直る、うん、そういうことがあってちょっと自信をなくしそうなんか今の、はい、いいなと思ってる人いるみたいな感じするんですけどね、いないですか。いや、います、ね、何人か、うん、その何人かの中で一番本命みたいな感じの人と、はい、なんか彼女がいたとかなんか自分のこと好きじゃないっていうのが分かったみたいなプチ、うん、付き合う前のプチ失恋みたいなのはありますね、うん、でご自身の中ではなんかやっぱり積極的になれない自分っていうのがあるんですか。心の中に何だろうかな、過去のトラウマとかってあるんですか。過去のカードを見ると一緒になれなかったで積極的になれない自分、本能的に積極的になれない自分っていうのがあるんですね。自分からいけないっていうのがあるの、うん、で前向こうから何か言ってくれればいいけど何か信号をくれればいける、信号をくれなきゃいけないっていう自分自身のね、そういうのがあってね、はいはい、うまくいけないんですよ。心はすごく純粋なのにそれを分かってもらえないと思ってるのがあるの。だからこの純粋ですごく素直でね、いい子なのにね、自分の良さがちょっと伝わりにくいのかなっていうのが今のところ。はい、でもこれからもまだいいなと思う人は出てきますよ。その中 で、はい、これっていう人が現れる、この人かなっていう人が現れます。まずその人のプチ失恋があって、自分に合う人はどんな人かってはっきり思った方がいいかもしれないですね。お金目当ての人はダメ、なんかそんなカードがある。お金目当ての人が相手がお金目当て。そう お金目当ての人。お金もないのに。っていうか、なんか、お金目当てというか、この、はい、男の人にあれしてほしい、これしてほしいと思ってるような女の人ではダメ。本当の山崎くんの純粋で素直なところを分かってくれる人、うん、を選んでほしいなって思います、はい。で、そうすると、見えてきます。で、行動に移す時は来るんです。真面目な行動。はい、真面目に行動しそうな場合がありますね、はい、うん、でその後はまだ今ちょっとはっきりしてない、うん、ただ孤独から救われるっていうカードがあるので、へ、うん、孤独から救われるっていうカードがあるので、これから行動次第ですね、うん、慎重に自分の良さを出して間違った人に行かないでって感じですね。山崎くんのことは見た目だけのキラキラした人じゃなくて本当に山崎くんに合う人、はい、っていうのを自分で分かれば、うん、素直に行動したら受け入れてもらえる、うん、それを間違わないでっていうのはあります。なので間違わない、定まっていくっていうカードがあるのでね、でこのプチ失恋する人は山崎くんの中身は見てないような感じの人なので、うん、なりきりしないでって言いたいですね、うん、それによって自分はこういう人が合わないんだなって本当の自分のことを見てくれる人を探そうっていう風にちょっと切り替えたらどうですか。はい、うん、そしたら定まってきますよ。自分でまず定まって決めること、はい、うん、なんか彼女が欲しい、あの人でもこの人でもいい、とにかく僕は寂しいじゃなくって、自分でずっと付き合っていい、付き合える人は誰かなって、うんうん、本当に合う人は誰かなって思って選ぶこと、はい、うん、そしてその人にゆっくりアプローチしていけばうまくいきます。うん、相手は間違ったらうまくいかない、それだけのことですね、うん、こういうなんか占いの場合っていうのは、はい、なんか例えばこういうケンネスとかが出て、うん、ちょっとプチ失恋しますよみたいな、うん、そういうのが出てますけど、何かこう心がけることによってそういうのがちょっと変わっていきますよとか、そういうのもあったりするんですか。あ、それはこのアドバイスカードで見てますね。だから出るポジションによって違うんです。近い未来はプチ失恋するんだけど、その全体的なバランスを見て、これは失恋だけれども、結果じゃない、途中経過なんです、うん、はい、それによって起こられることっていうのをこのカードで見ると、安崎君自体が相手を見てない、うん、相手の中身を見てない、
なんか見た目に惑わされたりとか、あと自分の寂しさで誰でもいいと思ったりとかして、あの、報道しちゃって、プチ失恋みたいな。だからこの失恋は悲しいことではなくって、本当の自分の本質を見て、それに合う人をちゃんと選ぼうって思ったら、いい人に出会う。はい。うん、だったら、ちゃんと、この人だと思った人に、あの、ゆっくり行動して誠実な行動を取るとうまくいきますよ、だから相手を間違わないでねって、で、はい、1回だけちょっと相手を間違えそうなカードがあるんですけども、これがあの、なんて怪我の共鳴みたいな感じで、はい、成長してあのちゃんとした人と出会うってなってるので、はい、うん、これちょっと寂しいかもしれないけども、長い目で見たらあなたに会う人はきっと出会いますよ。すごく純粋な心を持った、少年のような心を持った本質みたいなのが山崎くんにあってね。それをちゃんと分かってね、山崎くんの心が温かく、明るくなる人に出会います。へぇ、うん、です。はい。はい。自分で選んでみよう。はい。ですね。わかりました。はい。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、英子の今週の映画、柳田くん占いでした。はい、やってまいりました。映画制作の教科書の。はい。はい、ここでね、あの、いつもね、あの、あ、そっか、今日初めてだったんですね、申し訳ございません。申し訳ございません。いえいえ、何をおっしゃいますか。もう、あの、いつもあの、この、これを、はい、私が言った後に、課外授業という単語だけを言っていただくと。はい。ただ、一つルールがありまして、はい、これは、できるだけセクシーに、向こうの、向こうに理想のだ、あの異性がいる、理想の恋人がいると思って、語り、あの、皆さんに語りかけてみてください。はい。セクシーですか？あ、セクシーでもいいですし、なんか、あの、はい、ああ、恋人に語りかけるというのがいいかもしれません。はい。じゃあ、もう一回やってみましょう。はい。はい、では、行きます。はい。衣笠くんの映画制作の教科書の、課外授業です。よろしくお願いします。ああ、ありがとうございます。まあまあ、あの、ようやくやってもらった気がしますが、まあまあ、あの、いやいや楽しいな。コメディに来ましたね。はい。まあ、あの、このゲストは皆さんこれをやっていただこうと思ってます。役者さんたちにはこれをやってもらいたいなと思ってました。はい。今日なんですけれども、あの、前回あの、ブレインストーミングをやりましたね。あの、アイデアの出し方を前回からやってます。あの、いろんな映画の。で、あの、まあ、あの、映画、過去、あの、今から映画作ろうって言ったって、何をどう作ってるのかわからないっていうところは、まあ、ほとんどだと思うので、その、アイデアの出し方っていうのは、いくつかの技法ってものがありまして、これもね。いろんなね、はい、うん、あの天才だから出るってわけじゃなくて、あのいろんな人がいろんなことを考えて、あのどうやって新しいアイデアを作るかっていうのはかなり、あのこの100年ぐらいね、はい、ずっといろんな研究が進んでおります。前回はあのブレインストーミングというのをやりました。これはいっぱいこうお話ししながら、人とお話しながらどうやって新しいアイデアとか、まあ言ってしまう一番バカバカしいアイデアを出す方法なんですよね。で、案外そのイノベーションを起こすものは、だいたいバカバカしいアイデアがイノベーションを起こす。はい、そうですよね。例えば、そうか、そもそもここにある、あの、はい、タブレットっていうのがあって、あの、はい、これあの iPhone を作った時に、あそこに、これもっとでかくしたら、このままでかくしたら売れんじゃねっていうバカなアイデアがあって、はいはい、もうそれからやっぱり商品化されたバカ売れしたというね。ああ、そういう説があるんですね。あ、説というか、もうこれは分かってます。ジョブスさんのところに、ね、あのチームがね、iPhone できたよってやってて。で、ジョブさんの友達が、これでかくしたら売れんじゃねって言って、ノートパソコンの代わりになるじゃねこれとか言って、はい、そしてもうタブレットみたいなものができてということでございます。うん、で、まあ、そういう形で、バカバカしいアイデアを作っていくと、はい、まあ、バカバカしいというか、バカバカしいというのはある意味、それが実現すればすごいアイデアにもなるということなんですね。はい、で、ブレインストーミングというのは、その、バカバカしいアイデアを出す方法でございました。で、今日なんですけど、今日はね、マインドマップというやつを、ちょっと説明しようかと。これ、まあ、本に書いてある内容なんですけどもね。はい。マインドマップって何かっていうとね、これ、ノートと、紙と、ペンが、紙とペンがあれば、なんとか、一人でできるっていうやつです。このバカバカしいアイデアを思いつく方法ですね。はい。これは、あるやり方で、ノートを書いていくと、自分の中の
気がついてない部分がどんどん出てくるという書き方がありまして、はい、これマインドマップと呼ばれる方法でございます。本で言うとテイク9になりますね。はい。ただこれはこの本のオリジナルではなくて、マインドマップっていうのはかなり昔から、もう2、30年は前からあるのかな。はい。はい。はい。持っておきます。はい。ああ、すみません。ありがとうございます。はい。マインドマップというのはありまして、それは、まあ、いろんな本があります。それから、いろんなもう30年もやってるのに、流派がありまして、こういう書き方があるぞとか、こういう書き方があるぞとか、いろんな流派があって。なんで、元の人が考えたのはかなり11項目ぐらいのルールを作ってはったんですけど、今、それからまあ30年も経ってはだんだんいろんな人がやって、もう自分の好きなように書きゃいいという。で、最後の唯一のルールって守れっていうのは楽しむことっていうのが、はい、これが最大のルール。で、まあ、ルールというんではなくて、こうやったら発想が出やすいよという形でちょっと説明していきます。で、もちろんこれはいろんな流派がありますので、いろんなやり方があります。例えばね、この本に、書いてるのは、まあ、ちょっと外に出る話を作ろうかと思った。外に出る？はい。外に出るという、なんか、外に出る絵がいいなと思ったら、まず、こうするんです。はい。ノートの真ん中に外に出るって書いて丸する。はい。で、外に出る話何するんだと思いますよね。で、ここで、もう浮かんでる人はバンバン書いてっていいんですけども、はい、そうじゃなくて、大概外に出るの、何これとかいうことになっちゃったら、じゃあ外に出るから、無理やり線をこう。引っ張っちゃう。引っ張っちゃいます。はい。線を行く。まあ、一個でもいいです。一個引っ張っちゃう。じゃあ、外に出るに関連するものは何かって、何でもいいです。これ、バカバカしくていいんです。意味通らなくてもいいです。分子って、私が、まあ、いろいろやって、いろんな人に教えてみた結果ですけど、文章書かない方がいいです。できたら単語の方がいいです。文章書いちゃうと、どんどん説明しちゃって、説明すればするほど、アイデアが常識的になる。バカなアイデアになる。例えば、外に出る。だから、外でしょ？じゃあ、うちじゃないかって。うちってものがあるよね。外とうち。うん。で、うちってものがあるんだよ。まあ、これは外側っていうのもあるよねって。例えば、こう、さっき二つ書いたのは、ちょっとまあ、うちって書いて外って書くと。で、これどっから出すかも、自分で直感で行きましょう。で、内側は何？例えば、今思い浮かんだと。例えば、よくある内側って家ですよね、自分の。部屋でもいいと思います。はい、いろんなイメージが出てくると思います。はい。そんな、こんな風にして書いていくと、外とか、例えば、これでは、今、やっぱり私は、外っていうと、パッと海が浮かんだりします。海だと、太陽とかね。はい。太陽とかね。はい。はい。太陽とかね。はい。こんな風に書いていく。でも、もうこれね、人に見せるわけじゃないんで、もう、字が、漢字を思い出せなかったら、もう、カタカナでもいいし、アルファベットでもいいし、自分に分かりゃいいので、バーっと、これね。で、あともう一つ私、これもう一つ、単語で書くというのもう一つコツは、ね、できたら5分以内で書きましょう、こういうの。5分ですか？はい。5分で、1枚埋めるぐらい。ガーッと書きましょう。で、5分ぐらい、それを目指しましょう。そうするとね、最後の方ね、だんだん行き詰まってくるとね、思わず単語がいっぱい出てきます。で、思わぬイメージが出てきます。いいですか？今、外に出るってやりましたね。この、話とかやったんだけど、海と太陽の、が出てきましたね。家が出てきましたよね。もう対比できていますよね。これ組み合わせたら何になります？家から海と太陽を、例えば想像する話、出たいんだけど出られない話のキャラクターとか考えると、あ、これ外出恐怖症の話できるなと今喋りながら思ってますよ。こうやってやっていくんです。自分を追い詰めると、アホなアイデアが出てきます。はい、外出恐怖症についての映画、美しい映画ができそうなイメージを今頭の中にブワーッと浮かんでます今実は。はい。そんなこんなで、マインドマップというやり方があります。はい、マインドマップはもうかなりいっぱいあるので、また、私の本以外でもいろんな本で、もう本当にシナリオの本でも、ありますね。ハリウッドリライティングバイブルもこのマインドマップのやり方をちょっと書いてましたね。はい。はい。今回はそういうことでございました。もうお時間が来てしまいましたので、また、はい。今、勉強になりました。はい。はい。はいはい、両方また来週までよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。はい。チャップリン、いいですね。ねえ。うん
ね、またこれからも続くといいなって。あ、そうですね、まあ、あのチャップリンについてはね、まあ、その特別な人がね、いろんな僕なんかの若い人がね、あの大いに喋ってるところもあるんですけれども、まあ、僕のチャップリンという形でね、あのちっちゃかった時にね、あのチャップリンの格好してね、ね、そうだったんですね、写真撮ってもらったんであるんですよ、ね、そんな話もね、まあ、ちょっと思い出たくさんにしたいなという、あのなんか英子さんのね、アランドーの話もありましたけど、私のお母さんのお友達が、あのチャップリンが亡くなる直前にチャップリンの大ファンで、もうチャップリンのファイルをいっぱいちゃんとファイリングしてて、それをもっとチャップリンのところに会いに行ったら、もう手を握りしめて喜んでくださったっていう話聞いてて、あ、なんか英子さんみたいな人がいっぱいいるんだなって思って、88歳ね、で亡くなって、本当もう老齢のよぼよぼのおじいさんだったんだけども、そうやってすごく喜んでくれたって感じで聞いて感動しました、ね、まあ、いろんなと言葉ある人ですし、私にとってはやっぱりヒーローなんでね、いろんな、まあ、いろんな意味で私にとってはヒーローで、あの、なんかね、あの一つ以内ではいかない人なんで、とっても好きなんですよ、あの、ああいう生き方が。ところで今日のこういう方はどうでした？あの相手は満足して帰りましたか？満足してないみたいな。え、いや、満足はしたんだけど、ちゃんと最終的には出会うというね、ことを示唆したんだけれども、ちょっと途中の目先のことでちょっと落ち込んでるかもしれない。いや、それはね、あのね、もう5年、結構彼は若いんですけどね、若いんだけどやっぱりね、相当痛手を踏んできてると思うんですよ。そうなんですか？もう一つね、それがラインナップされてるって聞いた時のあの表情が忘れられないと、もう一瞬暗くなりましたからね。それを経ないとこの幸せにたどり着けないというね、そういう風に掴んでいただければね、幸せのため の、 このステップです、ステップ、はいはい、だから喜ばないといけない。なんか歯医者さんがほら歯を抜かないと後から怖いことになってる。歯医者に例えるかそしたら真実の愛に気づくという、気づき、まあまあそうなんですけど、必要なことなんでしょうけどね。怖いよなと。ここね、ここね、例えば来年の今頃ですね、あれからどうだったかですと、後日談をね、どうやってもらうということでね、結果聞いてみよう、あの占いがあったから僕の今の人生があるんだよって言ってもらったらいいですね。ほんまにそう思います。そうですね、チャップリンと山崎くんの恋の行方が気になる方はチャンネル登録をして、そうです、ね、通知を聞いてくださいました、はいはい、この番組あと6年をやりますよ。6年長引いてる。この辺かな、チャンネル登録。6年後私たちはどうなってるんでしょうか。元気でまたここに座ってるといいです ね、はい、じゃ あといいねとコメントもよろしくですね。はい、はいはい、それでは、はい、銀幕のカナダからラブ&キスの88、あなたに会いたい。それでは来週までよろしくお願いします。さよなら、元気、バイ。